ちょっと今日緊張してます。デボクボです。僕からしたら本当伝説の方で、お店やってんのも知ってたんですけど、やっぱ敷居が高くて来れないんです。今日思い切って来させてもらいました。柳田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。伝説の人ってずんだじいさんじゃん、これ。やっぱり漫画の世界なんですよ。王さん、長島さんって、まあ、クローズアップされるじゃないですか。うんうん、僕にとっては同じ。ラインなんて王さん長嶋さんとお会いするのと同じような緊張感がもちろんありまして、うん、僕もだからジャイアンツ僕はもともと西鉄だから、ね、そうなんですね。で2年してジャイアンツにトレードできて、はい、野球用語が分かんないぐらい難しかったの。バスターバンドってなんだとかね。あ、なるほど、うん、熊本では聞いたことないっていう感じだったんですよ、うん、熊本ですもんね、うん、それでまあ僕は川上さんに憧れてたから、はい、川上さんみたいな人になりたいっていう夢はあったのね。その目指してやってたけどもとんでもない足元にも及ばない大変な人だったですよね。あ、うん、その当時からもちろんそうなんですね、うん、それで王さん長嶋さんがいて、あ、まあ、僕、はい、ジャイアンツに来てもうすぐ一軍に入ってたんですよ、はい、練習場に行っても牧野さんっていうヘッドコーチがいたんですよ、はい、挨拶してくれないんですよ、はい、おはようございますって言ってもおーっていう感じで何偉そうにしてやがんだって思ったのそしたら違うんだって牧野さんがね、それで試合に出るようになって、はい、あのピンチヒッターで出るようになって、でいいところで打ったりなんかすると、おはようございます、おおはようって言ってくれるんですよ。アメリカ式って言ってましたかね、俺に挨拶されるような選手に早くなれっていうのがあったらしいですね。だからやっぱり一軍選手として認められるっていうのが、まず牧野さんに挨拶されると、認めてくれてるんだっていうと、なんか気持ちがすごく落ち着くよね。あれ、西鉄に入団された時は、うん、高校からそのままだったっすね。高校で、まあ、あの当時まだドラフト制度っていうのがなくて、竹根さんって寮長だった、私は昔スカウト部長の時に見に来られてたの、1年生の時から。2年生になって、これ、うん、俺ジャイアンツ行きたいなと思ってたの。それで行けるのかなと思ったら、うん、自分の好きな球団にね、その当時は行けるから、もう絶対ジャイアンツが行かないと思ってたら、僕はその暮れに、ドラフト制度っていう第1回ドラフト制度っていうのが出たの。でそれで堀内さんが第1回の1位指名でジャイアンツ入った。これで好きな球団行けないと思って、で3年生になってなんかジャイアンツが3位で指名しますっていう挨拶を受けたの。だから入れるもんだと思ってたの。そうしたら西鉄が2位で指名しちゃったっていう。地元っちゃ地元ですしね。で俺の人生もこんなもんなのかな、こんな変わるのかなって自分なりにちょっとこうってなってたんだけど、八津波さんっていう高校時の監督がもともと西鉄でだったのね。うん、それでどうするかって言われて、はい、六大学行くかって、いやー勉強はちょっとってやってもダメだからと思ってねそれ乗れないですけど西鉄行きますって言って西鉄行ったの、はい、それで西鉄行ったらやっぱちょっと九州の変わりもんで、はい、あの長谷川善三さんっていう人、あ、名前だけは、うん、はい、聞いてたのね。それで外野に集まってこう外野の芝生に座ってみんなミーティングするわけ。それから練習始まるんだけど、はい、そしたら、はい、スタンドアップ、スタンドアップって言うのね。はい、で、みんな立っていくわけですよ。はい、分かってるけど知らん顔してたんだよ。それぐらい反抗してたね。やっぱり伝説、僕らもそういう話はたびたび聞いてまして、うんうん、あの柳田さんは何でもこう、やっぱり上にこう、ちゃんと意見を言うっていう。方だって意見をこう気にならなきゃっていうのは聞いてましたけどもですね。篠塚とか八王子野球教室やった時に、ね、はい、柳ちゃんまだ怒ってるって言うんだよ。何怒ってねえよっていつも怒ってたじゃん。怒ってない、怒るわけなんでそんな、そう篠塚も言うしね、俺怒ってねえよって言うんだけど、理屈に合わないこと言うから怒るんじゃないの、うん、そういうことですよね。そう、チームの方は目指すようなことになるからね、うん、俺そういうことは一切してないよって言ったのよ、ね、だからそういうイメージが強いってことはよっぽどそういうふうに見られてたのね、まあ、意思が強いんでしょうねその通常僕ら僕下の方はこう、はあ、しょうがねえなと思って言わないスタンダップって、まあ、とりあえず立てばいいですけど、分かってんのに無視するってなかなかその時代だったら大変なことじゃないですか、うん、大変ですよ。1年目から一軍に上げてもらって、はい、それでも試合に出るもうピンチしたしかないから、ただもう試合に出るあの日数が少ないよね、はい、そのたまたまネタ終わってマネージャーが来て、柳田明日二軍の試合手伝ってこいって言われて、はい、入って行ったのよ、はい、そうして二軍の試合行ったらね、外されてんのよスタメンから。これで手伝ってこいって言われた。手伝いこってふざけんなよこの野郎と思ってそれで、まあ、それ理不尽ですよね。ベンチの俺積み切ってるのこうやってで長谷川伝蔵さんが来てさ、メリーやる気ねえのかって、はい帰りますって帰っちゃった。1年目ですよね。それでその日一軍の試合があったのよ、試合放棄合宿にずっといたよ1年生だよ俺、すごいっすね。それで俺はクビだなと思って、
やっちゃったけども、もうやばいなと思った、やったことはもうしょうがないから、はい、まあ一応あの幹部批判だから、はい、俺が悪いんだからと思って、はい、次の日一軍の練習した時に監督室をこう叩いて、はい、中西さんが監督だったんだけど、うん、監督昨日こういうことがありましたって、しませんでしたって俺謝ったの、はい、で中西さんも粋な人だよね、うん、ええ根性しとる、野球に行かせって言われて、あれですっごい気持ちがスーッと落ち着いたよね、うん、それでやっと西鉄になれたなとトレードって言われたのあ、2年間ですかね、2年間それでジャイアンツに、まあ、行きたかった球団だから嬉しかったけど、はい、うん、友達と別れるっていうのはちょっと悲しかったよね、それがあったから、もちろん涙も流したんだけど、はい、それでジャイアンツに行って合宿で飯を食ってたら、はい、竹宮さんがお前は3年預けて取るつもりだったって言われて、だから1年早く来たって言ったら元スカウトだったっておっしゃってました、うん、だからやっぱり俺が言うと聞かないからちょっと自由なところで西鉄ってやっぱりのぶしって言われたようなチームだったんですか。自由やるもよし、やらぬもよし、だから前の日一軍でこうあいつ頑張ってたんですが、中洲なんかでもやっぱ酒飲んでるわけよ、はい、酔っ払うと次の日早く来てやってきて、はい、汗バンバンかいてる、はい、そういうチームだよね、だからやっぱ本当のプロっていう人なんだろうなっていう。八木さん、あれのところ稲尾さんとかまだ現役だった、現役ですよ。中西さんは監督兼プレーヤーで、ああプレイングマネージャーの時ですか、ね、自信なくした、バッティング練習してる時に、はい、レフトに玉拾いで守ってたの、はい、で中西さんが、ね、マスコットバット、はい、あれでフリーバッティング練習してるんだよ、ほんで打球がパーンと来るとね、あのドライブライン際、すっげえドライブ、こんでかプロかと思ったら、こんなところで野球できないやと思って、うん、すごかった。稲尾さんはもう例のごとく伸び上がって、うん、あのスライダーが半端じゃないよ、うん、早かったんですか、ね、早かった。ああいう人たちを目の前にしてて、うん、東映戦になった時に、うん、あの殿下の張本さんが出てきたんでね、うん、あーって俺1年生だったから、うん、張本さんだと思って、敵も味方もない、まあ、憧れてたの。そうなんですよ、ね、うん、それで左です、うん、それでこう構えてね、はい、三遊間にパーンってヒット打ったの。そしたらちょちょちょっと明日これってこうスキップ踏むような感じしたら、はい、見たーって笑ってんだよ、それで一塁に書く、何がおかしいんだろうなと思って、それ聞きたくても俺1年生だから聞けないじゃない。そして僕がジャイアンツに行って、はい、張本さんが50年間ジャイアンツに来られた時に、はい、同じ組でバッティングさせてもらったの、その時に聞いたの、ここしかないと思って聞いたら、はい、測ったように打てたっていう、バットコントロールこうやって考えてて、パーンとここに出したら三遊間、ここに出したらいい、ライン線っていう、なんかもうそういう練習してるのね、うん、それでパチンって打った時、そこはものの見事にそこにしようって言ったもんだけど、ニコって笑ったっていう、それだけ余裕があるっていうことですね、うん、張本さんか王さんかに聞けって、まあ左だからっていうことだったんだけど、それでずっとこう教えてもらったね、うん、先輩後輩とかもそんな厳しくなくっていうか、どうなんですか、そのいや、だから、いや、可愛がってくれました、あのだから池永さん、あれでね、池永さんなんかよく可愛がってくれた、うん、でも、飲み行くぞみたいな飯とか奢ってくれて、うんうん、で、ジャンボがちょうど、あジャンボさんですね、うん、ジャンボがピッチャーダメで、はい、外野に転向して21本か22本か、はい、なんか打ってタイトル取ったのよ、尾崎さんが、あのあれですか、2軍で、うん、球は速かったよ、バッティングピッチャーで放ってくれるんだけど、めちゃめちゃ速かった、うん、ここの病にかかったみたいで、うん、上がるとなんかマウンドに届かないとかね、そっからのジャイアンツって、ジャイアンツは厳しいんですか、規律とかは、うん、もう樹脂トレっていうのは言葉だけであって、はい、決められたことをやらなきゃいけないっていうこと、もう全部ガチって動くはめられてるよね、キャンプに行くと部屋で末粒さんか柴さんが相部屋だったの、はいはい、うん、柴さんと一緒になった時かな、柴さんにどうやったら一軍残れますかねって言ったらね、はい、お前の特徴は何だって言われたの、走ることか取ることなのか打つことなのかって言われて、はい、やっぱ俺バッティングだと思いますって言ったらさ、バッティングは絶対気抜くなって言われた、もうバッティングだけはもう目いっぱい、今日はこうやって打つ、ここに打つってね、ラインドライブしか打たないって言ったら、フライ打ったの、はい、悔しがるぐらいね、うん、そんな気持ちでやるとね、目立ってくるから、それで残れたと思うの一軍ね、うん、それで一軍に入っても見るとね、1000万以上稼いでスーパースターばっかりだから、俺なんかあの頃15万ぐらいだったの、月ですか、うん、月給月給は、
あのその当時西鉄のドラフト 2位かなんですか、契約金ってあったんですか、約1000万ぐらい。あ、1000万、その当時の1000万ってすごいんじゃないですか。だから今で言うと1億ぐらいあったっていう。そんな金と知らないからさ、でも、まあ、子供だったからですね。うちはもう、俺はほら母親も2歳で亡くして、あ、そうすか、父親は高校2年生で亡くしてるから、僕が震えたのも知らないのね。だからおじさんが親代わりで、それで俺が管理しとくからって言って、なんか熊本の土地かなんか買ったって言って、それで親父の三回忌で帰った時に、あの奥さんがその俺のところにして、敏郎ちゃん、あのお金はもうないよって言われたらね、あ、そうって言っただけだから俺それぐらい無頓着だった。野球やめてあの金あったらよかったなと思った。そうですで、野球の世界にいながら頑張りゃもう稼げると思ったけど、ピンチヒッターじゃどれだけ頑張っても当時は一切上がらない。V 級やってる時、僕は5連覇から参加したんだけど、はい、5、6、7、8、9でしょ、はい、でその5年間ずっとピンチヒッターだから、はい、ということはもう自分は5歳年取るわけでしょ。そうですね。で、あと何年できるか分かんないわけよ、はい、今年またこういうあれだったらばトレード出ようっていう気持ちがあった。で、どこに行くかなって言ったら、もう広島の小葉さん、あの熊本の先輩だね。試合中にピンチヒッターに出ていくと、はい、熊さんがパッと出てくるの。それで言うに思ってねこれ切るでやんねん、カープの輸入を記録って言うわけよ。それ見ると力が抜けるからチラッと見てこうやってって、おかしくてしょうがなかったんだけど、うん、怖くはないんですか川上さんって。やっぱり、いや、やっぱり当時の川上さんっていうのは優勝するためには全員の力を合わせてそれでやってた。あ、そうなんですか。だからキャンプに行くと川上さん、家庭持ってる人には実質でこう手紙書いてくれるわけ。奥さんにですか、うん、今年の柳田君は怪我もなく順調に来てみたいな期待してますとか、そういうこと書いてある。家庭を守ってる奥さん連中っていうのは、うん、監督の奥さんが婦人会で全部集めて食事会やるわけ。そこで見えないとこの努力を聞いてるわけ。お宅のパパバット振ってるとかね、シャドーピッチングやってんのとか、そういうこと聞いて、全部それが川上さんだと思うんだ。だからどんなに調子が悪くてもこいつはやってるっていうのが必ず使うっていうあれがあるみたいな。川上さんの頭で出してもらって、毎日バットを朝5時ぐらいまで振って、その1本ヒットを打つために、その1試合に1回しか出ないように、もうそんな気持ちでさ、ムカムカしてるのがバンバン振っていって、そこでパコーンって出るとね、よしと思うのよ。さっと、なんていうのかな、そういう選手の使い方がうまいよね、そういうふうにさせるっていうのは。